シンプリアジア、製造は中国ですのライスヌードル、セサミチキン、米のノンフライ麺に粉末スープと粥、調味料がついています。麺は細くて適度な柔らかさがあります。でんぷんが溶け出しやすいのかスープが濁ります。米の香りはいまいちです。スープは単調で人工的ですが、旨味はそこそこ出ています。ごまの香りは全然しません。人参の歯ごたえは妙にしっかりしていて臭みもあります。製品名通りシンプルな味です。